実店前は、ドイツ連邦共和国ニーダーザクセン州のローテンブルク、軍に属す、町村で、ザムトゲマインで実店前の本部所在地である。実店前は、ザムトゲマインで実店前の南部、クラインメッケルゼン、クロース、メッケルゼン、レンゲンボステル、ティステ、フィーアデンに囲まれている。町の南はハマーゼン及びザムトゲマインでフィンテルに、属すヘルヘジークや主店面と境を接する。 町内をお捨て川が流れており、かつての町の中心部にあった水車を回していた。その場所は川がせき止められて、ミューレン大碑が作られており、その周りは小さな公園となっている。実店前に関する最初の記録は1020年になされている。それはフェルデン司教の文書で、チェシンハソンという名前で記述されている。しかし、 この土地にはそれよりずっと以前から定住者があった。これまでに発見されている最初の定住地は、実店前とクラインメッケル前との間にあった、中世初期のものであったが、その正確な時期についてはわかっていない。実店前の歴史的な中心地は、現在の集落から南よりの場所で、そこには、マルクト広場、セーリオニシュース教会や16世紀に建造された古い水車がある。 急中心部はその歴史的景観を止めている。自治体としての実転前は、1960年に、グロース実転前とクライン実転前とが合併して、成立した。現代医師では、実転前は、むしろネガティブな報道で知られるようになった。1990年代に実転前の小児の、白血病理管理率が高いという見出しが掲げられた。 ハールブルク軍テスペでの同様の事例は、クリュンメル原子力発電所やゲイストハヒト、GKSS 研究センターによる放射能汚染が原因であったが、実験前には当てはまらなかった。ブレーメン大学の専門家は、X 線検査機の故障に原因があると結論、付けたが十分な説得力を持つものではない。さらに2007年2月5日に中華レストラン、 リ林家で7人が射殺されているのが発見されるというセンセーショナルな事件が起こった。セイリオ・ニシウス教会実践前には、ほとんどの住民がその信者であるプロテスタントルター派の教会組織のほか、独立のルター派教会、自由福音派教会がある。また、この町には、少数のイスラム教徒も住んでいる。この町のカトリック信者は、トーシュテットのヘルツ・イエーズ教会に属す。 この町の町議会は町長のほか17議席からなる。この町の町長はハインツ・ヘルマン・エイファースである。この町の紋章は左右に分割。向かって左は赤字に聖人像。向かって右は緑地に町の聖地を西ディオニシウス教会と銀の流れが描かれている。野外劇場、ケイニヒス・ホーフ。ありがとうございます。